で今からこちらの水晶を使ってさらに不思議な技をお届けします。ただこの水晶を使った不思議な技、どうしても見える範囲に限界があるんで、今見やすいのはあらかじめ光のロープ引きました。ぜひこの機会ロープギリギリ前の方近づいていただきたいんで、今の人数全員に感動絶対伝わるんで、全員がぜひ一列に現象に気づいたら、全員参加でいきましょう。やること細かくて一瞬なんで、よーくご覧ください。いきますよ、4つのサイコロの中に入れます。いきましょう。じゃあ、これ今から開けるんで、4つ積み上がったら即刻成功です。いきますよ、それでは、カップ開けます。皆さん、これシーンとなると、この後めちゃくちゃやりづらくなるんで、今から開けるんで、開けた瞬間盛り上がりをいきますよ。開けます、全員で、ウォーです。2つまでなんで。じゃあ今からカップ開きます。じゃあ分かりやすく3秒目からいくんでいきますよ。カップ5種目3秒目からいきましょう。3、2、1いきましょう。カップ開けます。はっ、よし、ありがとうございます。じゃあ今日の皆さんのハンド見てると、多分この盛り上がりだったら多分細かい手に吐きだけさらにいいハンドいただけるんで、今日ここまでしてきたんで、そう先にそう和酒から見せます。いきますよ。じゃあこれコマあるんで、まずはコマの連続型からお届けしていくんで、まずは光のコマご注目。いきますよ、腕の前から連続型です。いきましょう。それではまずは皆さん光のコマご注目。いきますよ、腕の前から連続型です。いきましょう、参ります。そういきましょう。じゃあここから両腕いくんで、いきますよ、両腕、そして足の下いきます。そして皆さんの拍手をまとめて、僕の黒いスティックが離れてキャッチした、今お願いします。今日反応いただいたんで、皆さん全員が絶対にこの後、おお、こんな反応いただきなさい。いきますよ。皆さん全員が絶対に、おお、こんな反応いただきなさい。いきましょう。一瞬なんで、よーくご覧ください。それが光のコマご注目。下から上に、この後コマ上がります。いきますよ。コマ下から上。3、2、1、いきましょう。コマ下から上に上がります。ここからいくで。5。そういう大きな素敵なんで、じゃあ今からさっきした水晶、手の中でこの後完全に浮いていくんで、浮いてるなしきだなと思っていただいたら、さっきの3倍の盛り上がり、全員でいきましょう。それでは水晶浮かせます。でこの水晶の芸、どうしても手元の汗です。見える範囲にどうしても限界があるんで、今日の人数全員に感動、ギリ伝わると思うんで、全員ですね、もう一度光のロープギリギリ前の方近づいていただいて、横の方も正面方もう少し前の方でいいですか。できますね。じゃあ今からこの水晶をやるんですが、なかなかこの水晶ので近くで見る機会ないと思うので、皆さん近く来ていただいたんで、特別にこの水晶近くでぐるっと一緒だけしてから最後この水晶を浮かせますね。じゃあ横から水晶近くでお届けするんで、もう少し前の方で光のロープ最前列でお願いします。じゃあいきますよ。じゃあこの水晶この後浮いていくんで、浮いてる間マジで一緒なんで、そこだけは見逃せないようにしていきますね。ありがとうございます。できましょう。ありがとうございます。本当に近くありがとうございます。いきますね。よかったらもう一歩だけ前の方でいいですか。ありがとうございます。いきますね。照明方もう少し前の方が楽しいと思うんで、できますね。ありがとうね。じゃあ今からこの水晶3秒間浮いていくんで、浮いてるの好きだなと思っていただいたら、全員のでっかい輪の声かさせていきますね。よかったらお姉さん、それではもう一歩だけ前の方でいいですか。ありがとうございます。いきますね。じゃあ行きましょう。じゃあこの後水晶浮いていきます。じゃあ全員のでっかい輪の声かさせていきますよ。それでは玉の真ん中見つめてください。いきましょう。この後浮かせます。いきましょう。3、2、1、皆さんの輪をまとめて今ください。今日反応いただいたんで、さらに頑張りますよ。普通体の芸人が丸々30分間引っ張って最後にやる技、その倍以上の高さ、今日バランス系で持ってきました。今からこの上に乗っていきます。ただこれ普通に乗るとマジで地味なんで、今からこの上飛び乗るんで、乗った瞬間全員の拍手まとめていただきたい。いきますよ。それではこの上飛び乗ります。乗った瞬間全員参加の拍手をいきましょう。それでは飛び乗ります。3、2、1、皆さんの拍手をまとめて今ください。今日めちゃくちゃ皆さん反応いただいたんで、大道芸盛り上がったら盛り上がったら頑張るんで、持ってきた道具出そう。こちら3本この腕回します。いきますね。正直言います、長い時間これできないんで、3本回った瞬間早めの盛り上がり、全員参加でいきましょう。じゃあこの腕回します。いきますよ。なかなか怖いんで、しっかりと回していくんで、いきますね。回します。皆さん拍手もっと、ありがとうございます。よーし、じゃあいきましょう。皆さん想像してください、このバランス芸の10倍難しいバランス芸、今からお届けします。ただこのバランス芸降りないとできないんで、まずこの上から降ります。
あのこれリアルに降りるの危ないんで、降りたら全員の拍手をまとめていただきたい。いきますよ、マジで怖いんで、いきますよ、降りたら全員の拍手をまとめてお願いします。一生懸命、いやめちゃくちゃいい反応。じゃあ行きましょう。じゃあ今の中盤の方の変化のすべて今からお届けしておしまいするんでお付き合いください。じゃあ最後は曲を変えてこの一輪車一気に乗っていきます。この曲で乗るんで行きましょう。で今からこの一輪車に乗るんですが、どうしても今日借りてるスペースが限りがあるんで、このでっかいステージこれだけ乗る前に崩したいんで、これ崩したら一気に乗っていきます。ますね、そうこれだけ先に崩します。ようやくこうしてできるようになりました。そして今日も始めた時、実は誰もいない0人から始めて、正直言うと僕自身どれだけの方にこうして大道芸見ていただけるかめちゃめちゃ不安でした。ただ今日僕の芸に期待してこうやって集まっていただき本当に嬉しかったです。ここまでお付き合いいただき皆さん本当にありがとうございました。それでは今からこの一輪車乗るんで、乗ることができたら皆さん全員のありえないぐらいの反応盛り上がりお願いします。それでは早速乗ります。そしてこの後この一輪車支えながら乗ります。乗って手が離れた時そこは成功です。全員の拍手まとめていただきたいんで、いきますね。それでは早速乗ります。乗って手が離れたら成功です。いきましょう。じゃあ今から乗ります。早速乗るんで、それでは乗ります。今からの一輪車、これ長さが2メートルジャスト、重さが10キロできます。ちょっとでも傾いてしまうとこの一輪車の重さでこれマジで落ちるんで、ここだけは慎重に乗りたいんで、いきますね。じゃあまず乗ります。持って手が離れたら成功です。乗ります。いきましょう。じゃあこれ今支えている手があるんで手を離します。離した瞬間全員の拍手まとめてください。いきますよ、離します。3、2、1、もうあの皆さんもっと拍手いただけますか。その拍手が本当に好きなんで、いきますよ。じゃあ今日思った以上に暗くてめちゃめちゃ怖いけど、この状態で頑張って前に進みます。いきますよ、ここから前に進めていきましょう。よっ、この大の声めちゃくちゃ好きなんでありがとうね。じゃあ行きましょう。じゃあせっかくこの一輪車乗ったんで、この後皆さんに技もお届けしたいんで、一旦僕真ん中で止まります。持ってきた道具あるんでそれを先に出します。行きましょう。じゃあ今日使う道具を先に、今日はこれを使います。行きましょう。巨大けん玉行きましょう。あのせっかく最後これ 2m のこの上でけん玉やるんで、最後2メートルの高さ、これを生かしたい。けん玉の紐の長さご注目を。今日はこの長さでいきます。いきますよ。じゃあ最後は一番難しいここ真ん中剣、今から刺します。刺すことができたら今日一番の盛り上がり、全員でいきましょう。そして今からこの場所、この関空でこのけん玉刺すんで、チャンス一応3回ください。結構突風が吹く場合があるんで、いきますね。じゃあ今から刺します。一番難しい真ん中剣です。行きましょう。あ、詰まって、あの最悪なタイミングで風出てきてるんで、そう慎重に行きます。よし、じゃあ行こう、今行こう。行きますね。まずは1回目です。一番難しいここです。真ん中剣1回目挑戦します。行きましょう、集中。わー、ちょっと暗いな。行きます。今日まで歩いてきた。集中、刺します。日々を人はよくそれがね奇跡だと。おっと皆さん、温かい拍手、完成が嬉しかった。本当にここまで使えてもらいます。あの正直今日ここで終わろうかなと思ったけど、今日1回だけのショータイム盛り上げていただいたんで来ます。実はまだあと一つ、まだ練習中の曲あります。最後見てもいいよって方、拍手お願いしますか。ありがとうございます。じゃあ最後このジェルで動物で買います。まずこのでっかいけん玉、これだけ先に置くんで、さっきこのけん玉抜くんで行きます。行きましょう。今皆さんの外外つかないんで、できるだけ外だけ塞がないようにお願いしたいんで、よろしくお願いします。できますね。じゃあ今から1本だけ先に回します。このナイフ、本当のナイフで突然だけジャグリングが突然つきました。行きますね。ちょっと怖すぎるんで1本だけ回します。ましょう、こんな感じです。あ、ちょっと行こう、回します。すげえ、めっちゃ優しいんで
もうこの反応だったら最後やりましょう。そう、今できる限界まで見せます。いきますね、ここまで来たんで。最後はこの黒い袋、頭の上からかぶります。あ、そういうエイティ派のすげえ好きです。いきますね。じゃあ早速この上でかぶるんでいきましょう。まずこの袋をかぶります。いきましょう、かぶります。あの冗談ですよ、ちゃんとかぶるんで安心してください。あのこれかぶるんですから、万が一この後失敗をして下で落ちてもぞもぞしてたら、それは絶対にゲイでも何でもありません。すぐに救急車をお願いします。そして最後そうなってしまうとめちゃめちゃ悔しいんで、最後のゲイの前にせめて自己紹介挨拶聞いてください。自分関西神戸から来ました。名前をパフォーマーのレオって言います。L-E-O レオです。パフォーマーレオを調べていただきますとホームページあります。もしよかったら覚えていただきください。そして最後になってしまったんですが、最後にもう一つ実の話これだけ聞いてください。こういった大道芸人ストリートパフォーマーがどうやって生活しているかを、あのこういったなんとなくピンと感のいい方お気づきかと思うんですが、今日自分のパフォーマンスを見てほんの少しすごかった、楽しかった、そして何よりいいもの、早めの盛り上がりを全員でお願いします。この人数いたらもう少し盛り上がるかなと思うんで、あの僕の頭の中のイメージだけ伝えます。イメージはかぶった瞬間全員が反応、全員が反応。うわあ、どうしよう、どうしようもない、そう最高切りたいんで、どうしようかな、あ、どうしよう、ちょ誰か拾っていただくことできますか。どうしようもないんで、あ、いあマジですか、あれ、あ、ごめんごめん、ちょっと危ないからちょっと、あ、いいですか、あ、いいですか、ありがとうございます、あ、いいですか、あれです、じゃあもう一回だけいきますね、そうこれ最後、これだけ決めたい、いきましょう。それではもう一度かぶります。かぶった瞬間全員の今日一番のピンクの森くん、もう一度だけお願いします。いきます、集中、いきます。何回もすいません、いきますね、よしよし、あ、どうしよう、いけるかな、そばにいきます、ごめんね、集中、いきます、あの本当に皆さん、最初人がいなかったですが、皆さんの見て本当に印象ができました。皆さんここまでお付き合いいただき本当にありがとうございました。